ハシカグサは小柄なアカネ科の草本。ヒーディオーティス族と分類されてきた種の中では普通っぽい形の草。渡辺清彦が携わった著作におけるアラゲムグラモドキとは本種のことである。花柔らかな一年生の草本。茎は枝分かれして地を這い、長さ三十から四十センチメートルになって地表を覆う。葉も柔らかくて傭兵は、 長さ5から15ミリメートル。洋芯は長さ1.5から6センチメートル。幅0.5から2センチメートル。洋芯は卵形、または強卵形で、先端は尖り、基部は狭まり、両面に白い難毛が生えている。拓葉は半円形で3から5個の鋭い突起状の裂片がある。なお、植物体は乾燥させると黒くなる。夏季は8から9月。 溶液から一個ずつ花をつける。額は金型で、白い軟毛がある。その先端は4列し、列辺は長さ 2mm、卵形で大きく開き、火事には反り返る。果敢は白で、強 2mm、先端は4列し、その列辺は、卵形で、先端は尖っている。果ては、9K で、計 3mm。種子は小型で多数。和妙については、 牧野は語源はよくわからないと記している。本州から琉球列島に見られ、国外では中国から東南アジアまで分布する。ただし初島によれば、琉球列島における産地は、沖縄島と西表島のみであり、沖縄では稀である。山野から道端まで、やや日陰の湿ったところに生える。本州の史上初めての記載は1782年の。 ショーリンネによる、サプラメントムプラントラム127のオルデンラがヒルスタとしてのものであり、その後、ゲイル、ハンドブ、ジャブ、ズヤンクは203でノティスヒルスタミク、エクスバッカースロートンとされたり、ハラデヒーディオーティスリンデライアナのアシュヒルスタとされたりしたこともあった。しかしルイスは、イヒルスタやそのシノニムとしての H リンデライアナを、 新たに設けた、ネヘノティスという族に置くことを提案した上、花粉形態の分析から、ネヘノティス属の種とヒーディオーティス属やオルデンラガ属の種とでは、不連続性が目立つと解いた。ネヘノティスヒルスタの学名はやがて、旧植物園が携わるデータベースであるガバルツ、などでも受容されていった。以下は特に断りがない限りヒーディオーティスリンデライアーナ、バリエーション。 ヒルスタと分類されていた時の話となる。ヒーディオーティス族には日本に10種ほどが知られるが、いずれも独特の草始をした見た目の変わったものが多い。そんな中、この草は風変わりな印象が非常に少ない。とにかく際立った特徴がなく、見逃されやすい植物である。種内変異としては、以下の変種が知られる。違いとしては全体に大きく、葉は長卵形で、 長さ4センチメートルに達し、また歯に毛が少なくて、艶があり、額が無毛である。本州の東北地方から、中部地方に分布する。大橋カグさはネフヘノティス属に分類し直された、橋カグさの編集エヌヒルスタバリエーション、グラブラ、エイジハラとされることもあるが、ガバルツは、ヒーリオーティスリンデライアナバリエーション、グラブラをソナレムグラのシノニムとして扱っている。ヤマトグサは、 日本の学術雑誌に日本人の手で発表された最初の新種として知られるが、最初の標本を牧野は本種とご導定していたことが知られている。実際、花が咲いていない状態のヤマトグサは、ハシカグサと区別するのが困難である。なおガバルツは、ネヘノティスヒルスタバリエーション、グラブラオルイスで発表された、ネヘノティスホンダへ WH ルイスのシノニム扱いとしている。 ただし APG4 についての情報を扱うサイトであるスティーブンスは、レプターピタラム属をヒーリオーティス属のシノニム扱いとしている。ちなみにこの事項は、アサヒ百科植物の世界全15巻中、本種について言及のある唯一の項目である。村田、ヨネクラ、ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU ガバルツ、渡辺、 コーナー渡辺以下、主として山崎 P47 北村ほか P106 巻の P579 岩月 P394 米倉梶田清水 P317 岡山県版レッドデータブックに2019年6月17日閲覧英語、日本語、英語、日本語ありがとうございます